じゃあ行きますよ、ええ、辰川さんもキャッチャーとして、ええ、まあど真ん中で、ええ、見逃しの三振を取るのが究極のリードだって言われてるじゃないですか。まあそういうねこいつけを言うた人もおるんですが、まあ例えば、ええ、マー君と野村監督、野村克也さんが、ええ、なんかこうリモートでこあの話してる時に、ええ、野村監督は、ええ、アウトローが最大のリードだ、ええ、でマー君は、ええ、アウトローだけじゃもう抑える時代じゃないと、ええ、抑えられる時代、ええ、辰川さんどう思うんですか。マー君の言う通り。あ、そうですか。アウトローだけじゃ昔やね、そんなものはどうだってできたんですよ。アウトローの基本ですが、原点ですが。そう、原点は。でもマー君が言い返してたんですよ。いや、そりゃそうだよ。それはね、もうそんなね、針の穴を通すようなコントロールないし、清原なんてアウトコースの方がよく打つんだもん。まあそうですよ、ね、逆方向に。で、今ね、道具もいいし、みんな筋力も上がっとるから、うん、逆方向でも楽勝に打っちゃうもん、うん、まあそうですね。豊かとかわしらの時代は逆方向に打つ人いたら、めったにないです、ね、2、3人しかいなかった。そうですね。外国人でも逆方向に、なかなかいかないですよ、ね、なかなかいない。あの各チーム、まあどうかな、そうそう、各リーグで 2,3 人しかいなかった、まあそうですね、バーンとあのバースとかね、ブライアントとかね、あっち逆方向へ、あの、まあ、外国人が主だったんですよね。そうそう、あの日本の選手でね打てる言ったらもうほとんどいなかったよ。そうですね、うん、でもその辰川さんがマスク越しに、うん、こいつすごいなっていうバッターを挙げるとしたら誰ですか。左で吉村。あ、吉村、吉村が今のあそこ北海道で怪我するまでの吉村、これも絶対に3000本ぐらいいくなと思ったよ。トリプルスリーは絶対やるなと思ったでしょ。いや、それはないな。あの盗塁が、盗塁がちょっと難しい。ああ、そう。彼盗塁興味なかったから。興味の部分、ね、あんまない、ね、興味なかった。足も速かったけど盗塁はするいうあれじゃなかったから、うん、で、まあ、右ではね、古田。これはね、変化球もまっすぐもね、弱点がないのよ。どっかこう、うん、詰まるとか、うん、インコース来たらくるっともあるし、古田を潰さなきゃいけないいうことで、もう本当にひっくり返るまで古田に投げてたよ。だからカープの私らの頃は、まあ言い方は失礼だけど、私は厳しかったから、どうせホームラン打たれるならデッドボール当てた方がいいぐらいの感じだったから、まあデッドボール当てるぐらいに来いっていうような感じ、ひっくり返るまで来いと。そうそうそう、当てるとは言わない、ワンペナ払わなきゃ、まあ、そうそう、ワンペナはやっぱりね、辛いよ。あの言うより満塁のワンペナなんても相当辛いし、1点差ぐらいので競ってたら辛いから、だからとにかく行けというような、あの感じだったけど、やっぱり吉村とでね、あの古田とオールスター出た時に古田に聞いたことがあるの。古田、お前あの吉村とかって抑えてんの、言ったら、いや僕も吉村は本当に分からない、駆け引きするつもりじゃないんか、言ったら、いや分からない、いいバッターですねって言うけ。やっぱり弱点がなかったということですか。ないね。あのインコースがめちゃくちゃ強かったから。まあ強かったですよ、ね、で逆方向にもホームランを打ったから、うん、もう伝説の知ってる通報から、ああフォーボール、うん、ツーストライクからホームラン打ったという。本当はフォアボール、ね、フォアボールだね、打ったの。あれそれも逆方向に打っちゃったね、白滝から。でも似てるタイプで立浪とかいるじゃないですか。立浪はね、長打力がなかったから。あ、吉村は立浪のしつこさはないけど、立浪プラスやっぱ長打力があったから。うん、でもそういう意味では掛布さんと吉村って似てるタイプじゃなかったですか。掛布もインサイド強かったけど、吉村ほどではない、ボール半分やっぱり吉村の方が強かった。ここはもうそりゃ叱られるけどさ。いやいや、掛布さんは僕守っててインサイドが強いっていう印象はあんまなかった。だからどっちかいうとこうね、うん、で掛布はどっちかというと初球からボンボン来ないから。ああ、やっぱりキャッチャーとしたら初球から打たれる方が嫌なんですか、やっぱ。うん、やっぱり初球、まあ、一長一短あるよな、うん、1球で終わって、ああよかったいうのもあるし、うん、1球目何から入ろうかないうて思うやつもおるし、豊からみたいにさ、屋敷はさ、何でもかんでも初球からボン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 エンドランみたいに打ってくるしさ、豊はまあじっくり待たれるの嫌よの、あのコントロールのないピッチャーにじっくり待たれると嫌よね。まあそうですね、フォアボールっていうのがありますよ。ようやくストライク来たな思ったらな、だからその時その時の状況で
やっぱ変わってくるよね。これもこうそれぞれで怖いよ。それはどっちが怖いって言うたらさ、みんなそうするもん。例えば初球打つのが怖いや、初球打つし粘られるのが怖いで、だからそれぞれの、だから屋敷のようにどんどん振られるのも嫌だし、豊かなように一球見られることによって次読まれるんじゃないかなとかね、まあ組み立てを考える、ね、そう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 、初球あこれで入ってきたら次これだなと、だいたいパターン分かるじゃない、キャッチャーの、ね、もう長年やると、まあ、分かりますよね。もうあ外のスライダーから来たら、あ次なインコースにボール見せ球が来るんだろうなとか言って、まあね、このピッチャーならとか、例えばありますね。ね、だからあんたらはもう配球読んで打ち取ったタイプだから、うん、でも左は吉村、右は古田。やっぱ古田よかったな、古田ね。キャッチャーでも、ね、うん、まあいろんなところにユニフォーム来たじゃないですか。来た来た来た。まあまあ広島の監督もやりみたいな、二軍の監督もやりみたいな。やったやった。でいろんなキャッチャーをやっぱ育てる使命もたくさんあったでしょ。はいはい、まあその中で代表的なのが甲斐じゃないですか。まあ私が行った時にまだ12試合しか出てなかったからね。全部でね。まあ一軍で、はい、5年ぐらいいて、はい、鶴岡とか高谷とか。いたよ、はい、で、あと山下といろんなあの若手がいたけど、はい、わあこれどうやって政府主作らなきゃいけんのかなと思って、朝から晩までずっと見てて、2人ぐらい山下と、まあ、会議、これどっちかいてみんなが言うわけよ。で何人かいたら山下の方がええとかなんとか言うけど、どう見ても甲斐の方がいいんだよなと私は思ったわけよ、まあ、バッティングは山下の方が良かったですよね。それはあの力があるし、あるいうかあの彼はねいい素質持ってたの、千葉県出身でね、はいはいはい、で習志野でしたっけ、習志野でね、はいはい、やっぱりあの今の YouTube から映像界のあるじゃない、はいはい、高校野球の、はい、あれ見たらやっぱりドラフト1位にするな思ったの、はい、すっごいキレが良かった、細くて、はい、もう全身バネだった、はい、でまあ甲斐は育成で入ってね、で、まあ、会をずっと見てた時にあのキャンプってあるじゃない、あの時にね朝ソフトバンクは6時から飯食えるんだよ、はい、上の偉い人にあの若い人が今頃飯食わんのでチェックしとってくれって言われたけど、柱の陰隠れてねずっとこっそりおったよ1時間ぐらい、いつも。そしたらね会がいつ何でも休み以外は毎日6時にピタッと来るんだ、はい、しかも寝癖もなしで、ひげも剃ってくる。ということは5時半か5時ごろに起きてるな。起きてるんですよね。シャワー浴びてるんですよ、ね、うん。マネージャーに言って、隣の部屋にしてくれ、キャッチャーを。うん、若い子に、はいはい。ガチャとか言って分かるじゃない。遊び行ったかどうか。はい、全然ない。あ、これ使い物になるなと思って。もう、で、キャッチングの練習の仕方とか教える。はい、キャッチャーのパスボール、NPB で一番多い球種は、はい、豊さん、何でしょう。パスボール、ワイルドピッチ、もう全部含めて後ろに抜かす球種、スライダー、スライダー合ってます、合ってます。もう一声フォーク、いや、スライダーにもう一声何かをつけてください。右か左、左当たり、素晴らしい。あんただけじゃ一発で答えたな。あ、そうですか。左のスライダー、うん、左のスライダーってこうやってこう来るじゃん、ああこう来たらこう、人間ってねこうするのは非常に難しいのよ。ああああ、でこういっちゃうのよ。ああ、だからこのライン、左のラインから外れたスライダーってめっちゃ取りづらいのよ、まあ、こうやって追いつかないっていう、いや、こうなる、こうになっちゃう。ああ、だからこうひっくり返せばどこまでも行くよ、ああ手が。だけどこうやって構えててもうこう来るもんじゃ思うてほとんどやっちゃう、うん、だからそれをね、マシンを、和田とか左ピッチャーいるじゃない、ソフトバンク、はい、それよりいいスライダー投げるのよ、マシンは。やっぱ人間よりいいスライダー投げるのよ。そのスライダーをずっと取らしたらさ、甲斐はやっぱりさ、工夫するのよ、うん、他のやつは、ちょっとマシンをこっちにしてくれとか、あっちにしてくれ、はい、自分はそのベースの真ん中座っとるんで、甲斐は頭賢かった。うわ、パッと見てかしおいな思った、これ使えるなと思ったシーンが、甲斐は自分でずれた、うん、だからアウトコースにしたんだよ、うん、ボールをインコースにしたりアウトコースにできるわけ、自分でずれて、うん、でずっと難しいのずっと凡事てって
当たり前のことを当たり前にするのではなく、当たり前のことを人ができないくらい一生懸命できるという、人にできないくらい一生懸命やるのよ。お母さんのやっぱ育て方良かったんだろうな。やっぱり母子家庭でね、お母さんが愛情を込めて育ったおかげでね、あのほんま凡事徹底というか、もう当たり前のことをずっとやれたらそれやるのよ。他のやつ飽きるのよ。あ、これは使い物になるなという。やっぱキャッチャーで必要なものっていうのは根気とか、いややっぱり危険だとか、いやそういう、それが甲斐にはあったということですか。あったね。でやっぱり長く見てる人は欠点がいっぱい見えるのよ。ああそうですね、バッティング悪いとかこれ悪いとかあれとか言うけど、はい、でまあ、工藤監督と話して、だっていろいろ作戦コーチの森とかも後輩だから話して、言ったら千賀と東山を最初つけましょういうような話して、はい、ええー、こと言うな思いながら、うん、間違ったサインでも千賀はまっすぐとフォークですごい強いし、そうですね、で千賀のフォークが取れるのは、うん、もう甲斐しかいなかった。あ、止めれるのもで、ストッピング、ワンバウンドのストッピングも抜群にうまかった。うまいですね。話にならない、うん、で少しちょっといろんな話してバッテリーコーチとも話したりして、今からは止める時代から取る時代に入るぞと、うん、だからちょっとこう動かさんかいっていう話したの。だから彼は理解してくれて、で最終的に取るということを教えてくれたのは誰だと思う？外国人、プエルトルコの、ああ、誰だっけ、誰だっけ、いますよね、モリーナ。モリーナね。モリーナとね、うん、交流して、うん、ミットもらってきてるのよ。でモリーナに言われたのは、お前はすごいキャッチングうまいからワンバウンドでも取れと、うん、お前は芸術だと。その年後ろに抜かしたのゼロよ。ゼロよお前。130試合、ね、130出て、まあ、全部じゃなかったけどもうほとんどゼロ。いや全部と芸術よ今でも。やっぱもう止める時代から取る時代。いやモリーナが言ったらしい、うん、モリーナがこう止めに取ってから通り刺したりしょったよね、はいはい。止めたら、止めに行ったらみんなこう弾くと、うん、取りに行くとやっぱり一番器用なのは手だと、うん、だから手だけで行ったらダメだと、うん、で足首から膝を落とせんじゃん、うん、足首で取りに行きます、ね、足首が曲がりゃ膝が曲がるわけ、まあ、そう、それは絶対そうで、コツを覚えて。昔は膝を早く落とせっていう、だから膝の下についてるのは何や、足首です、ね、足首を落とせば膝は落ちるわけ。なるほど。膝が落ちても足首は落ちんかったら曲がらんわけだから、膝がパッと早い、やっぱり一番根元を落とせば、ほんでそれから取り出して全部もうわあもう遊んどるよ。やっぱあれですか、達川さんから見てやっぱもう一人前になったですか。ああ話にならん。やっぱりまあ工藤監督がまあ我慢して辛抱して使ってくれたおかげだと思うよ。なるほど。達川さんの教えもあった。いやいや教えはないけどさ、やっぱりわしらが何ぼ言ってもさ、やっぱ監督が辛抱するかどうかな。いやまあもちろんそうですよね。だから監督がやっぱり千賀と東山をつけたのこれヒットだったな。なるほどね。一人は力ある、はい、もう一人はコントロール抜群だし球種がたくさん、だからまあリードが必要になってくるということですね。そう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 。でやっぱり信頼を勝ち取ったのはやっぱり肩、はい、そしてストッピング、この2つ絶対にすごいのがメンタル的には絶対にピッチャーのせいにしない、うん、どんなことがあっても自分のせいにして、うん、でやっぱり凡事徹底でね、一番早く球場に来てビデオを見てで予習してで実践してで一番帰るのは最後復習してそれでまた次の日に来る、うん、だからすごい。あれお前いつ寝とるんやよ。まあ、でも朝飯を必ず6時にピタッとくるっていう、ね、ああもう感動した。なるほど。だからそれもさバイキングだからさ、うん、ええ加減とるけど自分が食べるだけきちんと食べてさ、うん、きれいに食べて帰る。なるほど、うん、残すとかないよ絶対。だから1回でこう取ってきてもう1回取りに来る。もうどういうんかな、バイキングの神様みたいなもんよ。ああいうのがいるとさ、なるほど、
あの店助かるよ。まあ確かに。いやいや、わしらとかあんたらみたいにええ加減にさ、タミの先端に一杯取ってきてさ。なんで僕も入るんですか。さ、あんたはわしらみたいな、まあまあ、あんたみたいな、それはそうでさ、やっぱりあのそういうところができるけさ、うん、今でもやっぱりあの会が出だして工藤監督の力もすごいんだけど、やっぱり日本一になってる。まあそうです。それは盗塁6個刺して前日本シリーズの MVP なんてないよ、まあ、お前かつてないですよね。かつてありえんよね。でもやっぱりキャッチャーとしての性格を持ち合わせてたということも言えるんですよね、うん、やっぱりね、我慢強い、我慢強いです。やっぱり聞けばね、修学旅行も我慢しなさいって言われたらしいよ、親がお金ないから母子家庭で、うん、そしたら野球部の監督が、私がお貸しするんで、お母さん修学旅行は行かせてくださいと。でお母さんどうしたと思う。そういうわけにいかないで、その10時から近くのパチンコ屋さんの12時まで清掃があるの2時間、その修学旅行のお金を稼ぐためにずっと行ったんで、これはやっぱりお母さんのその見とったらさ、辛抱強なるよね、そりゃ。やっぱり育ちいうかね、お母さんのやっぱり愛情のこれは大きいよ。まあハングリー精神もそれで宿ったということですね。ねえ、野村さん言ってましたよ、マー君神の子、なんて言ったかな、不思議な子ね、そして、はい、勝則俺の子、普通の子ってね、まあ野村さんらしい言い方なんだけどね、謙虚にね言うんだけど、野村さんの背番号つけたのよ、19番ね、うん、これ今だから言うんだけど、会は本当は27が好きだったのよ。27が好きだよ。まあ27って今ね、いいキャッチャーの住谷に憧れてたのよ。だからミットの方は住谷の銀次郎のミットなのよ。だけど、まあこれって出会いなんだろうの、野村さんに会ったのよ。野村さんがS1 の番組で島を取材に来てたんだよ、はいはい、でわしがお調子者だから、ちょうど甲斐がバッティング練習して守備練習終わったから、ノムさんが「ええー」って座っとったから、わし行ったのよ。ノムさん、こいつのプレーよう見とってください、ってよろしくお願いしますって言ったら、大活躍したのよその日、はいはい、ね、このストッピングもいいし、はいはい、もうで後日また会ったのよ。つか、いいキャッチャーじゃねえか、62万じゃないけどね、って言うけさ、私が、おい、かい、ホークスの一番エース番号、キャッチャーのエース番号何番か知っとるか、言ったら、19です。おう、それで、私が、おい、ノムさんなんか一言聞くことないか、アドバイスしてもらえ、って言ったら、いや、僕は野村さんの著書は全部熟読してるんで、その必要はありませんって言うたものよ。で、わしは最後にオチで、会のおかげで印税またがっぷり入りましたねって言ったら、いい、そうか、いいキャッチャーだ、うえっはって言うて、でそれから何回かドムさんと共演したわけよ、テレビで。それで、いつの間にか19に憧れて、今年から19番に。で、ドムさんに見てもらおう思って、ドムさんに見てもらいたいですと、19って発表された時に。ね、ノムさんはそれ19つけたのは知ってるんだよ、うん、だけどグラウンドでプレーをしてる19を見ずにお亡くなりになったんよ。だから海外言うのはそれだけが心残りだと、うん、ノムさんも心残りだと思うよそれは。なるほど、うん、今19つけてる、はい、いい話でした、うん、いい話すぎたよね、はい、最後にね、最後じゃないです、週末にするにはね、うん、ちょっともったいないなというところで、はい、じゃあ延長戦ということで、はい、今年は10回までの延長ということで、はい、1回以上、アンコールね、はい、ステージもアンコールがあるからね、アンコール、アンコールね、はい。はい。